第二次、ジャンマルク・エロー内閣は、ジャンマルク・エローが首相に任命され、2012年6月18日から2014年3月31日まで続いたフランスの内閣である。フランス第5共和政下における36代目の内閣であり、フランスはオランド大統領政権下における2番目の内閣である。2012年6月17日、 国民議会選挙の第2回投票が実施され、第1次、エロー内閣を構成する、左派勢力が勝利を収めたが、翌18日に、同内閣は慣例により総辞職した。同日、オランド大統領は、ジャンマルク・エロー前首相を首相に再任して新たに、組閣を命じ、第2次、エロー内閣が成立した。6月21日、オランド大統領は、 エロー首相の提案に基づき首相以外の閣僚を任命した。2014年3月30日の統一地方選挙における社会党の大敗を受け翌31日に第2次エロー内閣は総辞職した。同日オランド大統領はマニュエル・バルス前内相を新首相に任命した。総辞職時点で第2次エロー内閣は エロー首相と20人の大臣並びに17人の担当大臣により構成されていた。前内閣に引き続き、ジェンダーに配慮した構成となっており、総辞職時点において、大臣20人中10人、担当大臣17人中8人が女性であった。2012年6月21日の組閣時点では、エロー首相を除く閣僚は、男女19人ずつの同数となっていたが、 2013年3月19日に、ジェローム・カユザック予算担当大臣が辞任したことで、エロー首相を除く閣僚は、男性18人、女性19人と女性の方が多くなっていた。しかし、同年7月2日にデルフィーヌ・バト・エコロジー、持続可能開発、エネルギー大臣が更迭され、後任にフィリップ・マルタンが任命されたことで、エロー首相を除く閣僚は、男性19人、 女性18人となった。全内閣に引き続き、社会党を主体とし、左翼急進党及びヨーロッパエコロジー、緑の党などが加わった連立内閣である。先のフィヨン内閣とは異なり、反対勢力からの入閣者はいない。いずれも、祖格時点。ありがとうございます。